昼が、竹は、丹沢山地中央部にある標高1673メートルの山。丹沢山地の最高峰であり、神奈川県の最高峰でもある。神奈川県相模原市緑区と足柄上郡、三北町の境界線上に位置し、丹沢大仙国帝公園に属す。別名、薬師岳やビルが竹とも呼ばれる。丹沢山地では奥深くにある山であり、秋踏社、山と、 高原地図のコースタイムでは最も一般的な大倉からのルートでも6時間30分を要するとされている。そのため、どの登山口からも短時間で登れる山ではない。日帰り登山が可能なコースとして、国道413号の青根から東海自然歩道サブルート、または平丸から朱脈に取り付き、秘密に地蔵平、ヒルガ竹と往復するコースや円水橋から、 天王寺を根に取り付き、丹沢山を経由して、昼が竹へ登るコースなどがあるが、いずれも見客者向きである。天気が良ければ、頂上から、富士山や南アルプス、八ヶ岳、奥、秩父などの山々を一望することができる。南東に、不動の峰、丹沢山、南西には、宇そが岳、日の,の丸などの山が位置する。 1923年に発生した関東大震災後には三体一体で表層崩壊が発生。ヒルが竹からヒノキドーマルにかけ植生が失われた白々とした姿は丹沢山系一体に及んだ被害を後世に伝える写真として残されている。1980年代からは三生雨の影響などで山頂付近のブナの立ち枯れが目立つようになった。 かつてヒルが竹の山頂には、薬師如来やビルシャナ仏、八海山大宮など多くの仏像が祀られていた。これから別名の薬師竹やビルが竹と呼ばれるようになり、ビルが竹が転じて、ヒルが竹になったと言われている。この他にも、この山にヒルが多いからや、山の形が漁師のかぶる頭巾に似ているからなど多くの説がある。ヒルが竹の山頂にある山小屋、 1961年に開業した。NPO 法人の北丹沢山岳センターが所有し、同法人の会員であるヒルが、竹山総委員会により運営されている。定員は41名、通年営業である。宿泊のほか休憩利用も可能で、それぞれ利用料金が設定されている。宿泊のための居室のほか、自炊場や売店が設置されている。なお、宿泊については、 予約が必要となっているほか、12月から3月の冬季の未暖房費が別途必要である。昼が竹山荘以外にも昼が竹周辺の稜線上には複数の山小屋が点在する。昼が竹より西側の山々ビルが竹の山頂からは西、南東、北の3方向に尾根が伸びている。西側に伸びる尾根は丹沢主領、南北に伸びる尾根は 丹沢旬脈と呼ばれる。北側に、秩父山地、西側に、富士三坂山地、南側に、箱根山地の山々が位置する。丹沢三部大山三部山丹沢山不動の峰島の、竹大丸小丸鍋割山、日野木竹箱根山熊木沢袖平山姫次、奥玉焼山木火柄山関東平野宮瀬湖、丹沢三部五小大山南アルプス大室山奥。 秩父山海袖平山奥多摩箱根さん、明日香山道閣の頭薄が、竹、富士山日の木道丸くまざさの峰、南アルプス大室さん。ありがとうございます。